ここが最後の。あ？あれはきっと大輝くんだわ。行きましょう。よしよし、大輝くんに行って。僕、村が大騒ぎになったからこっそりいつも入れない祠に探検に来たんだ。それでここで大きな妖怪に止められそうになって。あ、そうなの。そしたら青い肌をしてたくさん刀を持ったお兄ちゃんが、その妖怪でも、そのお兄ちゃんすぐに。よく頑張ったわね、偉い偉い。でももうこんな危ないことはしちゃダメよ。私たちが来たからもう大丈夫。村に戻りましょう。青い肌で刀をたくさん。それって辻斬り桃太郎のことじゃない？辻斬り桃太郎？私と同じような流れ者よ。昔は鬼退治の名士として活躍してたらしいんだけど、今は名声を失って鬼と見ると見境なく切り捨てるただの危険人物って話。危ないから気をつけなさいよ。ふーん、なんでそんな。しない。大方神食いの話を聞いて挑みに来たんじゃないの。噂じゃ強さだけに執着してるって話だし。かつての英雄が辻斬り。ここの妖怪はもう退治されているようですから、お供え物をして私たちはすぐ村に戻りましょう。
でも書いてるぜ。ありがとうございます。いえ、いいんですよ。大輝くん、
よかったね。うん。お姉ちゃんたち、ありがとう。桜島に向かおうか。頼りにしてますね。ほんと魅力って他人任せなんだね。ほっといてくれ。よし、みんな気合を入れていきますよ。絶対に神食い倒す。あら義経、意外とノリがいいじゃない。いや、ついに